いて場所が変わりましたね、はいはい、ここからはですね、はい、重要文化財の展示空間ということになります。はい、ここの展示室はですねちょっと変わったコンセプトを持ってまして、弥生の美術館というものをコンセプトに作っています。弥生の美術館ですか。はい、青谷上地遺跡の出土した品々というのは当時の暮らしを示すようなものがたくさん出土しています。漁労で使ったものとか農耕で使ったものとか様々な暮らしの道具が出土しているのと同時にものづくりの道具であるとか作ったものを出したようなものが出土しているんですけれども、はい、それぞれがとっても丁寧に作られているという特徴があります。はい、しかもかなり美しいんですね。へー、まあ、弥生時代だからこその美しさがあるってことですか。はい、そうですね、非常に形としてシンプルなものも多いんですけれどもそこに弥生人なりのセンスが組み込まれている。だから美術館なんですね。はい、楽しみです。ちょっと中に入って見ていいですか。はい、雰囲気ももう美術館ですね。そうですね、できるだけ展示品をじっくりとご覧いただきたいということで落ち着いた空間を演出をしています。はい、照明もちょっと暗めで、はい、ライトアップされてて、まあ、綺麗。で、展示室に入るまでに10メーターほどの廊下があるんですけれども、この廊下の中でプロジェクターを使って映像をご覧いただくコーナーになっています。綺麗ですね。はい、上地遺跡の弥生人がですね作ったもののですねそれぞれのデザインをですね3つ選び出しましてそのデザインというものが青谷の自然に由来しているんじゃないかなというふうに考えられますのでそうしたコンセプトを分かっていただく映像になります。左側から波の渦のようなもの、はい、それから真ん中は花びらの模様ですね。あ、本当だ。で、一番右側の奥のところは三角形の模様なんですけれどもおそらく山の木であるとか山の姿というものがモチーフになっているんじゃないかなというふうに考えています。もうここだけでも弥生人の美へのセンスっていうのが伺えますね。はい、そうですね、ここでこういう美しい文様があるんだなということを知っていただいた上で展示室の方へ入っていただくことになります。わ、落ち着いた雰囲気、まさに美術館という展示されてますよね、それぞれが。そうですね、先ほど見ていただいたガイダンス塔の展示とは全然違うシックな雰囲気に作っています。はい、それぞれガラスに入ってますよ。はい、できるだけ展示品の美しさを見ていただくということがこの展示室のコンセプトになっています。照明もあえて落として。そうですね、少し薄暗い空間になっていますね。天井をご覧ください。これは何の模様ですか。青谷上地遺跡を代表します木製品の一つに花弁高槻というものがございますけれども、はい、その花弁高槻の花びらの文様をモチーフに折り上げ天井にしてあるものです。それぞれ浮いているような、空調で少しゆらゆらと置いていますけれども小さな花びらをあしらったものです。ああ、そうなんですね。はい、正面の壁をご覧ください。はい、海に近い青谷上地遺跡の人たちというのはですね青谷の浜辺からまあ船出をしていったわけなんですけれども、はい、その浜辺の砂浜のですね風紋をイメージした壁になっています。ああ、確かに言われてみれば風紋ですね。うん、青谷上地遺跡の重要文化財というのは1300点余りございましてですね、はい、日本の国の中でも屈指の数を誇っておりますけれどもその中でもやっぱりこれすごいなっていう一級品というのがやっぱり中でもあるんですね。はい、あ、一級品たちがじゃあこの美術館には揃ってるってことですか。そうです。あ、でその中でもすごいっていう一級品があってですね、はい、それをこの展示室の真ん中にあるですね3つのケースに収めています。これは確実に見た方がいいやつですね。そうです。あ、はい、分かりました。必見のものですね。はいはい、これはこれは花弁高槻というものです。はい、木でできています。あ、これは本物。本物ですね。本物です。こんなに緻密なデザインで、はい、均等に線が入っていたりだとか、はい、これはびっくりしますね。そうですね、山グアという木をこの折れているところから上は一木でできていて下も一木でできているんですね。一つの木から掘り抜いたものになっています。かなり難しいデザインですよね。そうですね、デザイン上も難しいですし山グアという硬い木をこのようにきれいにですね掘り出すというのもかなり熟練の技だったというふうに考えられます。すごい、これ見るだけでいろんなものをなんか語ってきてくれますね。そうですね、
機能的にはですね、こんな菓子彫りのようなものとかですね、はい、この上を見ていただくとですね、はい、飾り耳といって、これ取っ手じゃないんです、飾りなんです。あ、飾りですか、はい、ちょっとカーブがかかったような。そうです、そうです、綺麗な飾りがついていますけれども、機能的には別になくっても全然平気なものなんですけれども、それをわざわざ作ってですね、はい、飾りにしているということで、相当ですねデザインには気を使った品だというふうに考えられます。本当ですね。弥生時代になるとシンプルなんですけれども、その中にデザインセンスのようなものがですね、ギュッとこう詰め込まれたようなものが出てきます。いやー面白いです。スタイリッシュですね。そうですね、いいことをおっしゃいます。その通りです。これは何ですか。これは土器でですね、器台といいます。この上にですね、壺などをこう乗せるための台ですね。これまたよくできたデザインですね、はい、非常にリズミカルに三角形がこう配置されています。はい、あ、山ですかこれは。そうですね、いろんな意見はあるでしょうけれども、山や木をですね、一つイメージしたものかもしれないなというふうに思っています。うん、そしてやっぱりこの朱色は、はい、中国から伝わった文化なのかなとも考えちゃいますよね。そうですね、とっても赤がきれいに残っていますね。あ、この残ってるっていう現状だけでもすごいんですよね。はい、そうです。こんなにきれいな赤が見ることができるっていうのも素晴らしいです。土器の縁の部分にもきれいな三角形が連続して描かれていまして、中に丸い小さな粒を3つ飾りで貼り付けていたりします。とても可愛らしい文様で、全体から見ても非常にプロポーションも美しいですし、はい、文様もリズミカルでとても美しいというふうに考えています。当時の日本人がここまで美を追求してたってことが信じられないんですけど。そうですね、はい、おそらく当時の人もかなり考えて試行錯誤の上にこうしたものを作ったんだというふうに考えています。正直使い勝手を考えたらここまでデザインしなくてもいいものじゃないですか。そうなんですね。それをこだわるのが弥生人なんです ね、 ですね。やはり人に見せるということが大きかったんだろうなというふうに考えています。これは非常に珍しいものです。これも見といた方がいいものですよね。はいはい、土剣型骨格器といいまして、はい、弥生時代の土剣というのは青銅でできていることが多いんですね。ですけれどもこれは何でできているかというと、はい、クジラの骨です。クジラの骨。はい、クジラです。クジラでできたものがいくつか見つかっています。え、身近にクジラがいたってことですか。そういうことになりますね。まあ、弥生人がどこまで積極的にクジラを取っていたかっていうのはちょっとよくわからないところはあるのですが、はい、もしかしたら弱ったようなクジラが浜辺に漂着をして骨を使ったんじゃないかなというふうにも考えています。そういうことですね。はい、それにしても非常に丁寧に作ってあって、左右対称で剣の切っ先の部分まできちんと残っているのがご覧いただけるかと思います。何も言われなかったら復元されたものかなって思うレベルで綺麗です。そうです、実物です。へー、はい、よくぞまあここまで残ってくれたなという感じです。そうです。先ほどの木製品も土器もそうなんですけれども、はい、青山一遺跡の出てきた重要文化財というのはほとんど1800年2000年、とてもお土の中にあったとは思えないような美しいものが見られます。奇跡の土地ですね、まさに。そうですね、はい、この他にも土器ですとか、はい、お椀とか。そうですね、お椀もございます。これ宝石っぽくないですか。結構装身具も出てるんですね。これはですね、ガラス玉と勾玉です。綺麗ですけど、はい、そうですね、1ミリ2ミリ3ミリぐらいのものというのがこのガラス玉って多いものですから、はい、遺跡で見つけるときもかなり丁寧に見つけましてですね、この辺にありそうだということが分かればですね、もう土ごと持って帰って水道で土を洗って、はい、こういう美しいガラス玉を見つけていくわけですね。ビーズみたいなものもあれば、勾玉状のものもあって、はい、やっぱり勾玉っていうのは好かれてたんだなっていうのが分かりますし。そうですね、縄文時代の人も弥生時代の人もそうですけれども、昔の人というのはこの勾玉の形が大好きですね。へえ。特にこの勾玉はですね、翡翠でできてるんです。あ、翡翠なんですか。はい、だからこんな綺麗な緑色。当時その翡翠のブランド地がですね、はい、新潟県の糸魚川の周辺にありましてです、そこから取れた翡翠というのはもうブランド品で結構全国に流通してるんですね。へえ。そこから青山一遺跡の方にも流れてきてですね、まあ、おそらく遺跡の中で加工したのかもしれませんけれども、はい、青山一の人たちのですね胸元を飾っていた
だろうというふうに考えられます。じゃあ超高級品ということですか。高級品ですね、ブランド品です。ブランド品、はい、もう百貨店とかで買うようなものに近いってことですよね。そうですね。うわーすっごい森谷さん翡翠持ってるな、その首飾りすごいねって当時の弥生人にびっくりされるかもしれません。へえ、それぐらいのものだった。そんなに価値があるものなんですか、うん、すごいな、まあ、ガラスも同じですね。ガラスの原料もですね、中国大陸朝鮮半島の方からですね、輸入品ですので、はい、それをもとには国内で製造していたというふうに考えられますので、うん、みんながみんなそういうガラスの玉でできた、あるいは翡翠でできた首飾りを持っていたわけじゃなくてですね、おそらく特定の人たちだけが持っていたんだろうというふうに考えられます。高いものからプチプラって言われるようなものまで、ね、あったんだろうなっていう、そういうことですね、ことですね、はい。いや私当時多分バガ玉持てないです、はい、